ピーテル・アントニス・ゾーン・ウォーフルト・トワーテルは、オランダ東インド会社の人物。1640年から、オランダ東インド会社に勤務したが、それ以前は、故郷のホールンで学校に勤務しており、商売の経験はなかった。デジマのオランダ商官庁を、1642年から1643年までと、1644年から1645年までの2回、務めた。 二回目の召喚長として江戸に散布した際、大目付、井上正成の屋敷に呼ばれ、東、インドにおけるヨーロッパ諸国の勢力、ブレスケンス合場院のその後、またタルタリアへの再度の航海の計画の有無などについて問われた。オーフルトアーテルは、タルタリアとの交易の補給基地ともなる南部に寄港地を置きたいと提案しようとしたが、通時には反対され、 マサシゲもそれを目殺した。逆に、日本側は、旧法のことを知りたがったが、オーフルトアーテルはこれに、積極的に答えることはなかった。1646年から1649年まで、オランダ領台湾の行政長官を務めたが、そこでは批判されている。台湾島の東海岸は会社に残されていたものの、利益を生まず、危険でもあった。その後、正論党で勤務し、 1666年には、ケープ植民地で勤務したが、当地でマラバルの奴隷たちに洗礼を行うことを提案している。1677年に、バタビアで開かれた臨時会議において、汚職、または不公正取引を理由に解雇された。ありがとうございます。